スパニエルは、犬種のグループの一種である。本来スパニエル犬種は特定の長良犬のことを指しているが、一部の犬は長良犬でもなく、本グループと全く関わりがないにも関かかわらず、スパニエルの名が付けられた犬種も存在する。利口で外見が洗練された犬が多く、実料用に開発された種類でも、現在は多くがペットや小ドッグとして飼育されている。 一口に猟犬といっても、ウサギ狩りが得意なビーグル、アナグマ狩り専門のダックスフント、獲物の位置を特定するポインティングドッグ、獲物を回収するレトリバーなど、獲物や量の形式に合わせて様々な犬が参加する。肘などの量では最も狙いがつけやすい鳥が、地面から飛び上がる瞬間を狙って発砲するので、狙い通りの位置に茂みにいる鳥を追い立てる役が必要となる。スパニエルは、 主人の命令をよく理解し、運動量が多く、大声で泣き立てながら鳥を追い立てる役割を担っているため、ほとんどは小柄で柔らかな毛並みをしている。その主人の命令を忠実に実行することのできる、洞察力と利口さ、チームワークを大事にする女さなどが評価されて、現在はそのほとんどが家庭圏となっているが、ブリタニー・スパニエルなど数種はフラッシュのみでなく、 ポイントフラッシュ、回収の三役をこなし、多くは、家庭犬としてではなく実料犬として、今でも、量の愛好家の間で使われている。かかりやすい病気は、犬種によって様々であるが、主に耳が垂れているため、外耳炎になりやすい。このほか皮膚アレルギー、骨折、股関節形成不全なりやすい傾向にある。利順目的に乱繁殖された犬は、 遺伝的疾患にかかる確率が高いため注意が必要である。トラブルを防ぐため入手の際はブリーダーや譲り種の信頼性や入手する犬の家系病などをしっかり調べておくことが重要となる。以下の品種はスパニエルではないがスパニエルに似ているなどの理由で名前が付けられている。これらは調料などに使われる実量用に開発されたスパニエルである。 などこれらは実料用のスパニエルを愛玩用に改良し作出されたタイプのスパニエルである。などこれらはスパニエル犬種でないものの犬種名もしくは別名にスパニエルの名がついた犬種である。カッコでくくられたものが本来の犬種グループである。など、ありがとうございます。